しずだいスタイル、略してしずだ。この番組はあなたの未来を開く古庄自動車学校の提供でお送りします。時刻は5時25分を回ったところです。改めましてこんにちは。しずだいスタイル、略してしずスタ。この番組は静岡大学と静大生の様々な情報をお届けしていく番組です。今回のパーソナリティは私アルファこと村野ひろきと、私桃屋こと高藤健太です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ早速、12月最初の放送となりましたが、はい、どうですか、なんか12月になって意識の変化とかあります？意識の変化、いやまた今年も1年が終わってしまうんだなと思って、ちょっとそうっすよね、悲しい気分になってみたり ね、 うん、なんかいろいろ思い出されることとかあるんじゃないの、この1年を振り返って。振り返ってるんだけど、あんまり思い出せることないからね。え逆にあの、今年もまた何もなかったなみたいな。いや、探してみるとよくありますよ。夏休みとかなんかやったんじゃないですか。まあそうだね、まあでもね、まだ始まったからね、12月あと1ヶ月あるから、この1ヶ月でまた楽しい思い出を、何かあるかもしれない、まあ、振り返るのは最後のね3日ぐらいでいいんじゃない。お、なるほどなるほど。はい、前向きな姿勢ですね。まあクリスマスとかもありますしね、楽しい楽しいイベントの、ね、何かやることあるんですか、クリスマスには。ないですね。ないですか。いや僕もなんですよ、奇遇ですね。いやまあこれからね、はい、予定を入れていくんですよね。 なるほどそうです、僕もそんなつもりです。はい、そんなつもりです。はい、やめてよちょっと。いやちょっとね、いきなり暗い感じになってしまいましたが、まあ僕はまあ12月と言いますと、まあ大学で結構スーツ姿の人を見るのが多くなりましたね。そうですね、はい、なんか就活が解禁になったんだっけ。そうです、なったそうですね。いやいよいよな、僕の先輩もなんかもう公務員のその試験の勉強をしてたりとか、結構忙しそうになりまして。そうだね、なかなか来年か再来年か、まあ、僕たちもいつかは多分するので、はいはい、非常にまあ今を楽しまなきゃなんないなっていう感じは思いますね。本当に思います。はい、それともう一つ、まあ、僕ありまして、はい、その12月になったらっていうことで、まあ必ず僕は朝、まあ、トイレに行くんですけど、はい、まあ洋式トイレなんですけど、はい、まあ、座るとすごい冷たってなるんですよね。いやだからそう、非常にね、あの暖かいトイレに座りたいなっていつも僕は思うんですが。そうだよね、ヒーターついてないやつね。そう、あの座るとあーってなりますよね。なりますよね。だからわざわざその学校のねトイレになんか、家で我慢して学校のトイレによく行ったりするんですが、まあ学校のトイレでもね、そういう暖かいヒーターのついてるトイレだとか、まあ冷たいトイレがあるんですが、はいはい、まあそこでちょっといろいろね、あの学校のトイレについていろいろ興味を持ったので、いろいろ調べてきました。お聞きください。はい、しずだいスタイル、略してしずだ。はい、それでは今日は静岡大学のまあいろいろなトイレについて、特集したいと思いますが、はい、高藤君はトイレを使ったことがありますか？いや使いますよ、それは。まあそりゃそうですよね。はい、いやでもね、はい、僕あんまり学校のトイレ使いたくないからあんまり行かないですね。あ、そうなんですか。うん、それはまたいろいろ理由がありそうですね。何かどうかな。どうかな。まあそうだね、じゃあ早速、じゃあまず、そなんで高藤君がトイレ使わないのか、まあそういう問題点もまあ探れたらいいと思いますが、じゃあまず僕ね、まあこの取材をしたということで、まあ火曜日にね、学生がよく使うと思われるまあトイレを調べてきました。はい、まあ、主に人文社会科学部の建物で、教育学部の建物、理学部の建物で、農学部、図書館、体育館、そして教育棟のトイレを調査してきました。え、全部じゃないそれ。いやまあ全部っつっても、例えば教育学部は全部な、 A から J 等くらいまであるよね。はあ、ABCJK かな、なんか D 等とか E 等、そこら確か調べられなかったんだよ。はいはいはい、見つけられなかったっていうのが、ね、正しいんですが、では早速ね、トイレに復習したいと思いますが、はい、まあ、僕がまあ見てきた中でまず一番素晴らしいトイレを紹介したいと思います。はい、はい、まずね、僕が一番素晴らしいと思ったのが理学部のトイレですね。あそこ建物綺麗だよね。そう、建物自体も綺麗だから、やっぱそのトイレも自動的に綺麗になるんでしょうかね。なんかどうなんだろうね。特に理学部のシートのトイレが非常に僕気に入りまして、はい、はい、シートのトイレ、まあまあ床も明るい青色だったかな、赤い青色の色、割とその明るい雰囲気がありまして、さらに個室のトイレですね、はい、個室のトイレ音楽流れるんですよ。え、なんの？いやなんか音楽ボタンみたいのがありまして、そこを押すと水のせせらぎみたいなさーっと、え、すごい落ち着きますよ。
ちょっと行ってみる。いやあのね、いや面白いと思う。行ってみる、行ってみるべきだと思う、うん、ちょっと行ってみようと思います、うん、さあ、その個室のトイレにもその荷物を置く台みたいのがあったりして、あ、はいはい、そう床に置かなくていいんですよね。その台に置けば大丈夫みたいな。待って、大抵のトイレってさ、あの上にフックがついててさ、うん、そこにカバンかけれるんだけど、あ、それもそうだね確かに、うん、いやでもそのあれ、そうか、俺そこのフック見なかったわ。いや大抵ついてる、てかどこでもついてるよほぼ。あ、本当に棚がないところはね。ああ、なるほど。あ、そうか、じゃあ農学部もついてるんですかね。確かついてたと思う。あ、そうか、そこはじゃあ非常にいいですね、うん、床に置く。俺いつも床に置いてたら気づかなかった。マジかよ。いや気をつけます。うん、上見な。はい、上見ます。はい、まあ、とりあえずそうですね、理学部のシートのトイレが非常に良かったということですが、あの A 棟 B 棟も結構うん、どの個室のトイレにも、はい、まあ、ウォシュレットがついてた。はい、それは非常にね、僕ウォシュレット好きなので、非常に良かったと思いました。はい、はい、まあ、続いてですが、続いて良かったトイレ、共通教育の A 棟 B 棟 C 棟 D 棟。まあ、これ基本全部良かったです。そうですね、うん、僕もそこをよく使ってたんで。あ、そうなんですか。ほうほうほう、うん、じゃあそこでじゃあ使っていたという高氏くんにクイズを出します、うん、はい。まあ、男性用の、まあ、小さい方をするトイレありますよね、はい、はいはいはい、そこに、まあ、そのトイレの横に、まあ、金属の箱が設置されてるんですが、思い出せます？金属の箱、金属のね、うん、箱みたいなのが壁についてるんだよ。いやちょっとわからない、ね、そうか、まあちょっとね、明日から、明日ちょっとまた共通教育のトイレ行ったら見てみてください、うん、はいはい、まあ、金属の箱が設置されてるんですけど、はい、さてその金属の箱は一体何の役割をしているでしょうか。え、という、まあ、覚えがないと言ってるのにクイズを出すともなんか誠に厳しい条件ですが、何それ。はい、箱だよね。箱ですね。ただの箱、なんか多分中身に中が入ってる何か。入ってるの。はい、何でしょう。え、3、ティッシュでも入ってるじゃないの。ブーだね。正解は洗浄剤と芳香剤が入ってるそうです。へー、はい、で水を流すと、まあ、そこからまあ、洗浄剤と芳香剤が流れる仕組みになってるそうです。へー、はい、またねちょっと共通教育棟のトイレ行ったら見てみてください。はい、あと共通教育棟のその男性用の、まあ、小さい方をするトイレ、うん、そこは非常に遊び心があるってことが分かったんですよ。そうだね、分かる、分かります、分かります。当たりとかさ、ゴールって書いてあるんだよね。まあね、うん、あそこに向かってすると跳ねないっていう。ああ、なるほど、そういうこともあるんですね。 あ、それは知らなかったです。なんてちょっと楽しくなりますよね。非常に、うん、まあ、その他には、まあ、D 棟には障害者用トイレなども設置されてまして、まあ、そういう風な配慮もされてるなと思いました、はい。あと個人的に僕が好きなトイレなんですけど、図書館のトイレ好きなんですよ僕。うん、はい、まあ普通の、まあ、ウォシュレット付きで普通のトイレなんですけど、その、うん、個室の扉がこう木目調になってるんだよね。うん、結構落ち着く。あ、ってことは木目調の扉のトイレってあんまりないんだ。あんまなかったですね、調べてみると。結構まあ、白い扉が多かったです。あ、うん、だから理学部棟のトイレも確か扉白かったですし、はいはい、まあ、明るい雰囲気を出して感じでしたね。はい、まあ、大体素晴らしいトイレ、まあ、いろいろあるんですが、まあ、ここら辺にしておきまして、はい、じゃあ続いて、まあ、普通のトイレ、まあ、普通というか、まあ、一長一短のあるトイレですね、はい、ご紹介していきたいと思います。まあ、まず人文棟のトイレですね、はいはい、人文棟は調べたんですけど、まず A 棟 B 棟 C 棟があるんですね、うん、はい、そのうちの B 棟 C 棟は、まあ、結構明るい雰囲気で、まあ、ウォシュレット付きのトイレが多かったんですが、ちょっと A 棟が暗かったんですね。A 棟のトイレが割とその入るとちょっと暗い雰囲気でして、はい、さらに自動点灯じゃないんですよ。人が入っても電灯がつかないので、まあ、自分でスイッチを入れなければならない。あ、はい、まあ、そこがだからちょっとその暗さを出してるのかなって思いましたね。まあ、でも建物自体が古いから、そうだね、それもちょっと影響してんだよね。建物が古くてもそのトイレだけを改修している建物があったりするから、はいはいはい、まあ、そのトイレによってその建物が古いかっていうのはちょっとまだ、まあ、僕も調べられなかったのですが、まあ、続いて、まあ、一長一短のあるトイレ、まあ、教育棟ですね。教育棟はいろいろ A から J 棟くらいまで確かあっていろいろいっぱいあるんですが、 ま, す、ね、まあ、まずいいところとして、まあ、B 棟のトイレが素晴らしかったです。はい、はい、まあ、といいますと、まあ、B 棟非常に綺麗なトイレ、まあ、雰囲気も、まあ、床も明るくて綺麗なんですが、絵画が飾ってありましたね。油絵みたいな、はい、
あの、まあ、B 棟って確かその美術専攻の方が絵描いたりする部屋が あるので、もしかしたら、まあ、それが影響してるんじゃないかって思いまして。なるほどね、はい、確かに美術家あるもんね。そうそうそう、うん、そういうなんかね特色を生かしたトイレっていいなって思いました。は、はい、あと、まあ、まあこっちが、まあ、一丁の方で、まあ、一旦の方が、A 棟 B 棟あ違った A 棟 C 棟 P 棟 E 棟 I 棟 K 棟なんですけど、はい、ここら辺はまあちょっとやっぱ暗い雰囲気がありましたね。だからそのね、思った暗い雰囲気の条件としてその共通点がありまして、トイレ、はい、なんかそのタイその床がその灰色のタイルなんですよ。あ、なんか明るい雰囲気を出してるトイレってのは割とその床がこうクリーム色だったり青色だったりするんですけど、ちょっと暗い雰囲気のトイレってのは結構まあ灰色の床が多いんですね。でタイル状で、はい、用務員さんが毎日清潔あの掃除して清潔にはしてるんですけど、やっぱりちょっと暗い雰囲気が出てしまうのがちょっともったいないなって感じました。だからいつも使ってる能楽棟、はい、そこも確か結構灰色だったじゃんね。あそこなんか赤みたいなの、赤だったっけ感じなかったかな。いや赤じゃ、え、あ灰色か。あそう灰色、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 そう普通の床だった。あだよね、うん、そう普通の床が、うん、あの赤のリノリウムみたいな。そうそうそう、そんなちょっとねそれを改善したらもっとトイレって良くなるんじゃないかって思います。はい、まあということで、まあ、改善すべきトイレということで、僕はまあ納刀の A と B と、はい、我々らが能楽棟の納刀はね、うん、まあ建物もねそんなに新しくないからそうだね、トイレも古いよね、うん、いやでもちょっとね面白い、まあ、能楽棟いろいろ突っ込むべきところがいろいろありまして、はい、まず能楽 A 棟のトイレに、なんかトイレ入るところにさ、あの西部劇みたいな両開きの扉あるじゃん、ある、ある、なんか、うん、あれなんだろうみたいな、うん、思いませんでした。で扉がついてんじゃなくて、あの、うん、木のさあやつがパッてあって、はいはい、あの人が入ると開くみたいな、そう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 、押して開けるみたいな、そう、あれな受けを狙ってるっていうわけでもないんでしょうけど、うん、なんであるんでしょうかね扉つけるのめんどくさかったのかなって思うぐらい、謎ですねあともう一つ、あのね個室にもなんか懐中電灯が備え付けられてるんですよね、納刀のトイレって。ああ、A棟ですね、はい、A棟のトイレってあの建物の真ん中にあるので、あの窓に面してないじゃないですか、うん、あ、はいはい、だからそのなんで懐中電灯がついてるかって聞いたんですが、やっぱ非常用って言ってましたね、うん、いざ暗くなった時に、まあ、懐中電灯を照らせるようにということだそうです。はい、はい、まあ、納刀のトイレはね、あの非常に、まあ、改善すべきだと僕は思いましたはい、まあ、ということで、まあ、いろいろ、まあ、トイレを調べてみてあの思ったことなんですけど、まあ、まず一つ目として、まあ教育、さっき言った教育の B 棟のようなトイレ、はい、まあ、それはまあさっき油絵が飾ってあったって言ってましたけど、うん、まあ、そのように学部の色を生かしたトイレ作りってのをちょっとね、推進した方がいいんじゃないかと思うんですね。うん、まあよくわかんないけどね、うん、新聞堂とかどうすればいいのね、なんか古文書を貼っとくとか、やだな読みからくなるよよくわかんないですね、うん、まあ続いて、まあ、思ったことなんですけど、あのジェットタオルってわかります？はいはいはい、乾燥さ、手を乾燥させるやつですね、うんうん、はい、まあ、あれが、まあ、ついてるトイレとついてないトイレがあったんですが、そうですね、はい、まあ、ついてるトイレでも使えないところと使えるところがあるんですよ。あ、はい、節電がどのところで使えないところがありますね。そう、つまりそう、静岡大学って割とそう節電に対してその、まあ、意欲的でして、大学のホームページにもその電力使用状況を知らせるようなページがあるんですけど、はいはい、あのジェットタオルを設置しているトイレでも節電しているところと、まあ、その使えるから、そう節電してないところがあるっていうことは、そのやっぱその、ね、部門ごとに、うん、あの節電の意識がやっぱ違うんじゃないかと思うんですね。やっぱ徹底すべき、ね、節電をするんだったら徹底した方がいいんじゃないかと僕は思いましたね、まあ、統一した方がいいのかな。そうですよね、まあ、皆さんはあの紳士みたいにハンカチを持てばいいですからね。あ、はい、ジェットタオル使わないように、うん、まあ、あともう一つ思ったことなんですが、まあ、さっき言ったように共通教育の D 棟には障害者用のトイレが設置されていると、はい、まあ、そこは良かったんですけど、うん、あのその共通教育 D 棟にその入る玄関のところに段差があっては意味がないんじゃないかと思いました。そう、ね、段差があるんですよ。まあでもあれ確かスロープあるよ。スロープあった、あるんですか。確か脇にスロープがあったよ。あ、じゃあ気づかなかったですいやあれ、いやスロープ気づかなかったから僕その時だから、その段差があるのはね、障害者トイレが設置されてても意味ないんじゃないかなってちょっと思ったんですが、まあそういうね、もっとバリアフリー的なものを進行させたらいいのではないかと思いました。そうですね、はい、うん、まあどうですか、いろいろトイレ僕回ってきましたが興味持てましたか。いや、まあとりあえず理学部シートのトイレに入ってみようと思います。そうだね、ぜひね座って音楽でも流してください、はい、はい、以上静岡大学のトイレについての特集でした。
シズダイスタイル、略してシズダ。じゃあそれではトイレについての特集をしましたが、まあ、さっきね、あの能楽堂のトイレはまあちょっと非常に改善すべき点が多いと言いましたが、うん、はい、まあ、能楽堂ね、あのトイレを改修しなくてもまた何年後かについに新しい能楽堂のね校舎ができます、はい、まあ、今年からね能楽栄棟工事し始めて、はい、あの来年には能楽栄棟ができるんです。え、来年できるんですか？来年できる、早くないですか？うん、来年できると思う。へえ、なんか全部完成するのが平成27年度だとそうですね。あ、違う、再来年だ。あ、再来年か、うん、はいはい、再来年に A 棟ができて3年後に B 棟ができるんだ。あ、なるほどなるほど、はいはいはい。まあいろいろ新能楽仏堂について、まあ、調べてきたんですが、はい、まあ、1972年以来に、まあ、建設されて、はい、まあ、初めての建て替えとなるそうですね。お、すごい古かった。結構古いね。古いね。30年40年か、40年経ってますね。うん、まあどういう建物にするかというと、まあ、自然エネルギーを導入して、まあ、あの省エネを徹底することで、まあ、環境に配慮した次世代型の能楽教育研究施設を目指すそうです。おお、かっこいい、はい、計画では屋上に、まあ、1時間あたり約 90kW を発電する太陽光パネルを配置し、はい、この能楽部が年間に消費する電力量の約1割を賄うそうです。まあ能楽部めっちゃ電気使うからね。そうだよね、うん、すごい電気使うから、ね、まあ、まあ、うん、1割でもいい方なのかな。まあいいんじゃないでしょうか。すごいいい試みだと思います、うん、本当に。まあどうですか、まあ、能楽部棟が新しくなるということで絶対トイレも新しくなりますが、どう思いますか？いいですね。いや、僕はね、もうぜひとも能楽部ね、新しい能楽部棟のトイレをね、まあ、あの使ってみたいなと思います。はい、はい、まあ、僕たちいる間に能楽棟できるから、できるからね、まあ、うん、使えるよね、使えるよ。いや、楽しみにしましょう。はい、はい、はい、じゃあ以上で、はい、のトイレ特集を終わりにします。この番組へのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは sd246style@yahoo.co.jp sd246style@yahoo.co.jp です。番組ホームページもございます。 Yahoo、Google などの大手検索サイトでしずだいスタイルと検索すれば一番上に出てくると思います。バックナンバーもありますのでぜひお聞きください。この番組はあなたの未来を開く古庄自動車学校の提供でお送りしました。子供の頃よく家族と一緒に出かけた海や山、湖、僕が歩いていくことのできない遠い場所、父さんが車を運転すればどんな遠い場所へも行けた。次から次へと僕の視界に飛び込んでくる美しい景色、家族との楽しい会話、全ては車の中での出来事だった。運転中の父さんに話しかけた時、父さんは口を動かしても首は動かさず前を見て運転していた。助手席に座る母さんはよく言っていた。運転する時の父さんはとても優しくてとても真剣な目をしているって。後部座席に座る僕からは父さんの目は見えなかったけれど、父さんの後ろ姿は今でも僕の目に焼き付いている。あれから何年も経ったけど、今度は僕が車を運転する番になった。楽しい思い出をたくさん作るため、今日も僕は安全運転を心がけている。大切な人たちを守るために。お問い合わせは 0120-155-168、 安心と安全の古庄自動車学校。